よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。今日なんですけども、眠たい。今昼の1時半なんですけど、強烈に眠たい。ということで、今日本の渚100選に登録されてる狛江湖海岸っていうところに、来てるんですけど、なんかコットとタープがあればなぁ。バッとタープ広げて、コット置いて、そこでドーンって寝るんですけどね。まだ持ってないんですよね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。フラット。からの、マット。ふぅ。お、いいね。いい感じ。そして、コールマンの枕。いつも使ってる普段使いの枕と比べれば寝心地はあんまり良くないんだけど、でもあるのとないのとじゃ全然違う。よっしゃ、オッケー。眠たい。うわ、最高じゃん。目の前海岸だし。だいぶ回復した。ちょっとここまで日光当たったのも少し暑かったかな。よし、家帰ってまた作業します。みんな持ってるド定番ギア、外のシングルバーナー、僕やっとゲットしまして、今日デビュー戦行ってみたいと思います。ただシングルバーナー使っただけじゃ実力が分かんないということで、今まで使ってきたエスビットと比較をしたいと思います。どれぐらいお湯が早く沸くのか。で、エスビットと固形燃料、ダイソー固形燃料、ライター、こっちがエスビットチームね。そして外のシングルバーナー、うーわ、かっこいい。よいしょ、これでいいのか。あ、うん、取れなくなった。 OK。 で、このガス調節つまみってやつを回すとガスが出てくるらしい。あ、出てきた。これ点火スイッチだって。じゃあやってみますよ。うわ、怖い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 。あ、出てる出てる。で、お水の量はまあ大体似たような感じで、ドボ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 。はい。うわー、怖い。さあどうなるかな。え、待って、もう外のシングルバーの方泡ついてきてんだけど。開始1分も経ってなくない？え、もう泡増えてきてる。秒で沸騰するじゃんこれ。はい、というわけで、外さん圧勝ということで、開始2分もかからず、沸騰しちゃいました。エスビットさんはやっと泡がついてきたぐらいかな。で、火を止めるときはここを閉める。お、止まった止まった。いや、でもこれかっこいいな。このギア感やばいよ。これはテンション上がるし、何より早かった。この毎日キャンプ生活の企画を、支えてくださってるクラシーの編集部の方から、今日中であればキャンプギア何でも買い放題ですって言われたんですよ。で、うわ、やったーと思ったんですけど、実は僕用事があって今日なので、残された時間が1時間半ぐらいしかない。よっしゃ、ワークマン着きました。1時25分。よし、あと35分ある。十分買い物できそうです。いきます。買ったもの並べてみました。以前買ってきた有孔ボードにペンキを塗っていきたいと思います。で、ペンキを塗るときってハケを使うのが一般的だと思うんですけど、このポリエチレン手袋、こいつをまず手にかぶせます。で、次に軍手を入れます。この状態ですね。この中にジャプンと手を入れて、おお、これこれ。こうするとハケよりもすごい簡単に塗れるっていうことを、嫁様が発見しました。で、早いんですよこれ。このやり方絶対いいと思う。 OK、 即終わりました。で、2枚あるんでもう1枚分で、あとは乾かして、ディアウォール立ててくっつけて、
キャンプギアをかけていくっていう感じですね。いや、楽しみです。ここに柱を 1,2,3 本立てて、で、こいつをドンとつけて、で、ここにキャンプギアをずらってかけまくるっていうのをやってみたいと思います。こちらラブリコっていう道具なんですけど、ラブリコかディアウォールっていうやつを使うのが定番です。まずこの天井部分にこのラブリコのアジャスターで、木が1本じゃ足らないんで木を2本つなげるんですけど、そのために使うのがこのジョイント。ジョイントして木を長くして、このアジャスターで、取り付けます。つけて、よし、 OK、 よいしょ。でラブリコのこのアジャスターもつけた状態で、よよ、でこれは、ディアウォールのジョイントですね。ラブリコとディアウォールがあって、これはもともと前に使ってたやつです。ちょっとこれだけ、こっちもジョイント OK、 またラブリコのアジャスター OK。 おっしゃー、固定終了。ランタン、うん、楽しい。うわ、楽しいな。とりあえず、たら完成。まだちょっとこのキャンプギアの置く壁としては埋まってないからなのか何なのか、ちょっと様になりきってないんですけど、今からもっと埋めてったり、あと範囲広げればなんとかなるんじゃないかなと思っています。今日はですね、こちらキャンパー定番アイテム、ファイヤーライターズ、これを使って自動炊飯ってできないのかっていうのを検証してみたいと思います。ダイソーの固形燃料と比べると燃焼時間が半分以上短いんですね。で今回2種類の米の量を用意しました。こっちが 0.5 合で、こっちが1合ですね。おお。じゃあこっちに 0.5 合のメスティン、こっちに1号のメスティンを置きます。今3分経過したんですけども、中でグツグツって音が聞こえてます。はい、8分が経ちまして、どちらも火が消えました。ここから10分間放置してから蓋を開けてみます。それでは開けてみたいと思います。オープン。え、嘘、めちゃくちゃうまくいってない、これ。あれ、普通にうまくできちゃった。まあでもこれ 0.5 合なんでね、問題は1合ですよ。メスティンでご飯を炊く方大抵1合炊くと思うんで、あ、1合はさすがにちょっとイマイチな感じに見える。うん、まだもう一歩な感じですね。1合の方は多分2本いると思う。それも試したいと思います。オープン。お、あ、多分これ成功したぞ。今日作るのはチョコバナナです。取り付けて、オッケー。で今日はこれをごとくにしようと思ってるんで、で結構遠いな、これぐらいの距離であってほしいんだけどな。これを使おう。よいしょ。おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。火をつけてここでバナナを焼くだけなんですが、まずバナナの皮を1枚剥く。1枚剥いた状態で置いて、ここにこの板チョコをですね突き刺す。こうやってる人がいたんで、これでいいんでしょうね。ああ、案外突き刺さるな。この状態で火をつけて焼いていくっていうことなんですけど、行ってみましょう。とりあえず。あ、あ、やべえやべえ、溶けてきた。え、嘘、そんなことになるの？はい、中断。途中まで焼けたかな。いや、これ焼けてねえな。あ、チョコちょっと溶けてる。うん、なるほど。ちょっとだけあったかいバナナですね、これは。大失敗すぎる。ちょっともう一本いきます。もう最初から2分割ぐらいで乗せちゃって、チョコ普通に置いちゃおうか。さっきより絶対いいわ。うわ、うまそう。いただいてみます。うん、うまい、うまい。なんか見た目もいいね、チョコのとろけ具合が。これで椅子持ってきてたらな。なんで俺はヤンキー座りでこれ食ってんだ、この海岸で。完食、ごちそうさまでした。今日の総括は1、チョコバナナはまあうまいんだけど、そんなびっくりするようなうまいものということでもない。2、
別に網を使わなくてもお皿で焼いて後でチョコレート乗せれば味は普通にチョコバナナ。3、網がついてる机をごとくに使うと網部分が普通に、まあ、使い終わった後の網みたいな状態になる。今言ってて当たり前なんですけど、マジでめっちゃ焦ったし、心の中でほんの少し絶望した。今日はその3点ですね。はい、多分今日で56日目だと思うんですよ。今日で8週間の終わりの日なんですよね。でこの8週間毎日こうテーマを変えていろんなことをやってきたんですけど、これからもっと1週間ごとのテーマを決めていろいろ挑戦してみますかっていうことを、暮らしの編集部のちょっとお話ししてて、なので今までみたいな形っていうのは今日今この瞬間で終わりということになるんですよね。まあ見てて楽しいバタバタっていうのもちょっともう起きにくくなってきちゃうのかなっていうところがあって、でもそうはしたくないですよね。なのでこれからも安定的な取り組みじゃなくてチャレンジングでやってみたらどうなるか分かんないってことをどんどんやっていきたいなと思います。いやいつか無人島とか行けんかなまあこんな感じでこれからも引き続き学んでいこうと思います。ご視聴ありがとうございました。